こういろいろ見てきたので、まだ見ぬ世界を見たら人がどうなるのかっていう部分についてちょっとお話しさせてもらいたいなと思います。で僕はですね初めて、海外に行ったのが、小学校 4,5 年生の時の中国と香港に行ったんですけど、その時はまだ、今はここですね格安航空券とかっていうのがなくて、行くならパッケージツアーという JTB のようなツアーに参加していく形だったんですけど、で僕もそれで、中国に行きまして、でいろいろ中国を回っていくんですけど、まあ、初めての海外ということで、あと飛行機乗るのも初めてで本当にワクワク行ったんですよ。でも向こうに着いてですねらもうすぐそのワクワクがびっくりと衝撃の連続に変わったんですね。でどんなことがあったかというと、一つトイレとってもですね、中国の場合はバスで、まちまちをこう移動していくんですよ。で途中サービスエリアのところに泊まって、トイレをするんですけど、まあ、日本のようにお店があるようなサービスエリアではなくて、大草原の中にブロック塀が積み上げてあるだけで男女って書いてあるような気持ちよさそう、ね、ですで、まあ、一応男女分かれてて入るんですけど、男子の場合は立ってするところはもうただ普通に壁があるだけで、台をするところですか、それはこう穴がですねこう4つぐらい開いてるんですよ。で敷居がないんですよ。なのでみんな一緒にしましょうみたいな、丸見えですね、丸見えです、ね、あの状態のトイレで小学校の僕としては恥ずかしくてビーマンでした。で、まあ、そういった経験とか、あと食事にしてもですねこうヘビをこう食べたりとかですね、僕も初めてヘビ食べたのが中国だったんですけど、それ以上にもっと驚いたのが、犬も食べるんですね。食いた犬ですね。で犬はですね、生きたまま売ってるんですよ。生きたまま、はあ、でこう広場の市場があって、市場の横に大きい広場みたいなのがあって、でそこに犬が20匹ぐらいいるんですよ。で買う人、いやもうでっけっでかめの犬で、飼い主が来てこの犬っていうんです。そしたらこの園の中の特に細いこうスロープがあって、この柵をこうやって開けると一匹が走ってくる、そうすると棍棒を持った人が、それ見たの、それを僕はおじさんと言ったんですけど、おじさんの後ろを見ないわけで、でも、キャインっていう、もうその声を今でも忘れられないぐらいで、で後々聞いたら、やっぱり犬は締めてっていうか、死んでからですね、すぐ肉が硬くなってしまうので、食べる直前まで生かしておいて、で買って、こうして食べて、すぐ食べるっていうような感覚を、まずもうびっくりのスタートだったんですね。で、そんな中こういろいろ点々とバスで移動していくんですけど、バスで観光地を降りるたびにですね、子供たちが、僕小学生の僕よりもちょっと小さいぐらいの子供たちが物を売りに来るんですよ。自分で作った竹の細工とか布で作ったものとか、なんか石に描いたものとかっていうのを売ってくるんですけど、でそれをシェンエン、シェンエンって知ってんの、知ってんの、でその日本語を知ってるのシェンエンしか知らないんですよ。こんにちはとも何も知らない、シェンエン、シェンエンって言ってくるんですね。で僕は初めのうちには申し訳ないですけど、かわいそうだからって思って買ってたんですよ。でも行くとこ行くところきりなくそれが続くので、あこれはもうきりがないなって思って買うのをやめたんですよ。でも、まあ、自分の心の中にどうしてこういうことをしているんだろうって疑問が湧いたので、現状医さんに聞いてもらったんですよ。そしたら生きるためになって、小学校の自分で生きるためって考えたことがなくて、生きるためって何なんだろうって思ったんですよね。でじゃあ今日これ売れたらこれでいいのってまた聞いてもらったら、明日を生きるために売るって言うんですよ。でなんかそういうの聞いて、生きるって何だろうって、で自分になんかできないのか、なんかそれを状況なんかできないのかなって漠然と思って、って思いながらこう中国の旅行を終えたんですね。で帰ってきて、で自分の小学校の友達に中国高校だったんだよって話したら、サッカーやろうぜみたいなそれだけみたいな感じになって、やっぱり本物見ないと伝わらないんだなって思ったんですよ。じゃあどうしたらその友達にそういう現状っていうか、いろんなもの見せられるのかなって思った時に、そのツアーに
でついてくれてた添乗員さんが非常にかっこよかったんですよ。かっこいいその木村さんみたいにかっこいいっていうことではなくて、あの容姿は正直覚えてないんですけど、あのお客様との距離感とかですね、あのそのトラブルに対する対処とか、あの行動が全てですね、僕にはもうすごいかっこいいこの人って思うような対応 でその頃の中国はあのバスも時間通り動かないとか、食事も決まったものも出てこないとか、で帰りの飛行機も結局その日飛ばないで翌日飛びますとかってことが当たり前にある時代だったので、お客さんもやっぱりほとんど大人の方だったので、次の仕事があるよ、困るよとかちょっと揉めてたんですよ。でも成田に着いた時に、その添乗員さんがいろんなこう対応、いい対応をしていたので、最終的にありがとうありがとうって言われて、なんか大人同士が抱き合ってて、何なんだこの光景はみたいな。でその時僕が感じたのは、あこれだって思ったんですよ。で添乗員として自分で海外に向けて、でその自分の日本の人もにこういうものを見せられて、お客さんから直接ありがとうって言われて、で自分も成長できる、あもう添乗員になろうってその時に思ったんですね。で僕は今あのそれから、まあ、学生時代を経て添乗員になって、旅行会社に入って、こう留学会社に入って、今独立して9年目の留学会社っていうのをやってるんですけど、まあ、そういった形で僕はその旅行関係にずっと、今15年くらいですかねいるんですけど、やっぱり、旅で得たものっていうのが非常に大きくて、ちょっとまあ時間足りるか分かんないですけど、初めての一人旅、いろいろ旅行行ったんですけど、家族と行ってたり誰かと行ったりしたので、本当の旅っていうのは知らなかったなので、初めての旅しようと思った時によく旅って言ったらインドだみたいな、あの旅行くインドみたいな感覚があるので、それも僕に乗っかっちゃって、インドに行ったんですね。で、まあ、インドも本当に、まあ、トラブル続くというか、夜中の1時に、夜デリーという空港に着いて、真っ暗の中、インドはその32、3度、夜中でも32、3度ぐらいあって、